やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。カバラス秘術の運命数別の嘘をついた時の心の中。どんな心境で、こう、嘘をつくのか。で、ついちゃった後に、どんなことをこう、心の中で呟いているのかみたいなのを考えてみました。はい。基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてありまして、そしてツイッターのこちらのアカウントで、何月何日何時から受付するよっていうのをアナウンスしてますので、よろしくお願いします。絶対取れると思います。今取りやすいです。はい。あと、お知らせ、4月24日日曜日、占い付き婚活サービスの説明会、東京国際フォーラムの会議室で行います。玉木が、お土産持って、皆さんにね、配って、ご挨拶しますもので、あと、私の、なんか、占いの話の講演会とかあるから、お待ちしております。婚活関係ないわ、必要ないわっていう方でもいらしてください、ぜひ。さて、カバラス秘術の運命数別の、ね、嘘をつく理由とかね、嘘ついた時、その時どんな心境かみたいな。なんでこんなこと思いついたのかわかんない。なんでこれやろうと思ったのか、ちょっとその時、ガーってメモして書いたんだけど、その時何を思って私はこれを書いたのかは思い出せないんだけど、行くわ、とりあえず1から。1番さんはね、嘘自体をつかないのよ。嘘自体は、もともとそもそもつかないのね。だから、1番さんが嘘つくはよっぽどよ。よっぽど、なんか、切羽詰まってる。切羽詰まってる。うん。嘘、そもそもつかないからね。だから、1番さんが嘘つくときは、まあ、こんなときかな。全力で逃げたいみたいな。うん。そのくらいの切羽詰まったときに嘘つくと思う。ですね。裏表ない人なので。で、嘘つくときも多分ストレートでわかりやすいかな。あ、この人から全力で逃げたい。この字、で、何物事仕事から全力で自分は逃げたいっていう時とかにつくと思う。あ、ちなみに、異論は認める。異論とか、何いや、もっと他にもあるようは認める。もうな、思いつきだから、こう、こんなのね。異論は認めまくる。はい。っていうのをここに書いておくわ。はい。そして次、2番さん。2番さんはね、これは考えやすかった。これね、人を傷つけたくないんですよ。何しろ。人を傷つけたくない。なので、2番さんが嘘をつく理由とか心境としては、この人が傷つきませんよう、ん?ように、みたいな嘘のつき方ですね。人を傷つけないために嘘をつくみたいですね。はい。どんどん行きます。3番さんっていうか3。3はね、5歳、永遠の5歳なので、嘘もね、なんだろうね、つくよ。その場の都合の悪さとかから逃げるために、うちのね、ティラミスちゃんさんがね、ひどいんですよ。純粋なんだけどね、嘘もね、幼稚なのよ。クモンのプリントあるじゃん。クモンのプリントでさ、算数とか国語やってんだけどさ、もう何?早くやりたい。早くやって遊びたいがために、もう足し算とかあるでしょ?何?問題をもう読むこともしない。もう、適当な答えをカカカカカカカって書いて、はい、終わったみたいな。うん。で、丸ついて帰ってきたら、丸、オールバツみたいな。0点みたいな。そういう幼稚な嘘の書き、つき方をして、はぁって私と夫で信じらんないみたいな。私と夫、この辺だからね、7と勝ちだからね。そんな幼稚な嘘のつき方、信じらんないみたいな、そう、つき方するんだなと思ってびっくりしちゃったので、ちょっとね、嘘のつき方も5歳、うん。だね。多分大人になっても多分そうだと思う。ひたすら、バレませんように、バレませんように、バレませんように、にとか、うん、都合悪いみたいな。なんか、目先が良ければいいみたいな。目先が
良ければいいんだみたいな、そんな感じですね。3の嘘、わかりやすいですね。単純なわかりやすい嘘ですね。そう、はい、続いて4いきますよ。4はね、正義感強いので嘘自体がありえないみたいな、誠実なのでね、嘘つけない、人から嘘つかれるのも嫌いみたいな真面目な方なので、4番さんが嘘ついちゃった時にはね、こう思うでしょうね。なんて悪いことをしてしまったんだ。もうこの上の3との今上の3のことを言ってから4のこのセリフを言うとすごい極端に違うなって。なんて悪いことをしてしまったんだ。自分が恐ろしいみたいな自分を責めますね。自分が恐ろしい。自分を責めまくります。ええ。こんな感じで4番さん嘘つくと思うよ。はい。で、続いて5。5が嘘つくときは自分の自由が危ういときね。自由が危ういくなるときに、自由でいるために嘘をつくと思う。まあ、これもわかりやすく。自由でいさせて、自由でいさせてっていう、ただ、それだけの願いで何か縛ってくるものとか、ルールとかね、モラルとか、伝統とか、そういうなんか自分を縛るんじゃないだろうか、みたいなものから逃げるために嘘をつくと思う。そうね。はい、続いて6。6番さんが嘘をつくとき。6番さんはね、嫌われたくないね。嫌われたくない。嫌われたくないから嘘をつきます。愛されたい。愛されたい。一心で、なんか、ペロってこう嘘ついちゃうかも。これを言ったら、この人から嫌われちゃうかもしれない。とか、この人からの愛が絶対欲しいのっていう時に嘘ついちゃうかもしれない。異論は認める。異論は認めまくる。はい。これね。よいしょ。さて、7。7はね、うちの夫が7だけどね。まあ、うちの夫だけなのかな？どうなんだろう。息をするように嘘をつくよ。本当に、息をするように嘘をつく。え、マジでみたいな。いや、すべての7の人じゃないかもしんないけど、ちょっとうちの夫が特殊だったらごめんね。とにかくね、誰にも胸の内を知られたくないのよ。誰も胸の内を知られたくないとか、何をしてるとか把握されたくない。自分の行動とかね。だからどこで何してたとか、我が家の場合、なんかね、別に悪いことしてるわけじゃないのに、結婚当初とかこう、どこ行ってたのって言って、遅いじゃんって言って、仕事って言って、で、私嘘発見器なの。人間嘘発見器なの。ね、夫の嘘、すぐわかるのよ。あ、今嘘ついたなって。そう、仕事してたってこう嘘だなって思って、スーツのポケットをガサってやると、映画の半券が入ってて、映画見てたんじゃんって。なんで映画見てたって言わないのみたいな。正直に言えば別に何も映画なんて起こることじゃないのに、みたいなね。そういうなんか、本当息をするように嘘をつかれていたの、ずっと。わかんない。でも、絶すべての7の人はそうとは思わないんだけど、違うだろうなとは思うんだけど、でもこれは一致してないと、なんか誰にも胸の内を知られたくないとか、自分の行動とかを家族でもなんか把握されたくないから、なんかさらっとこう、めんどくさいの知られるのが。知られるのがめんどくさいから、なんかさらってこう、さらさらって嘘ついちゃうかなって思った。まあ、これ、異論は認める。はい。で、8もね、1と同じで、嘘はもう嫌いなのよ。私見てるとわかるでしょ？嘘、こいつつけねえな、みたいな。正直すぎない、みたいな。裏表なさすぎない、みたいな。裏の顔なさすぎじゃない、みたいなね。そんな感じなんだけど、8が嘘つくとしたら、まあ、社長気質とか、そういうところがこう関わってきて、こう言ったら、あなたとかあの人嬉しいでしょみたいな、なんかこう人をね上手にこう動かしたりとか、そうこういう言葉を言うことで上手にこう人間関係円滑にみんなが
なるようにとか、そういう時に人を動かすための嘘とかはつくと思う。こう言ったら、このポイントでこの何罪にならない程度の嘘で人が動くならついとこうかなみたいな感じでやると思う。うん。そうだな、嘘。そうね、つかないかな、基本。で、9番さん、ちょっと、7とちょっと似てるかなって思ったんだけど、9番さんはね、嘘をつく理由、まずこうセリフから言うわ。9番さんはね、めんどくせえ、みたいなセリフだと思う。もう、何?達観した仙人みたいな人でしょ?いろいろめんどくさいのよ。説明するのも、人間関係も、もうなんかいろいろめんどくさいから嘘ついとこうみたいな。もうこっちもの説明もめんどくさいからだよね。めんどくさいから。めんどくさい。だね。で、11さんはね、11もまあこう、なんか、7と似てるね。理由としては、ちょっとこう、こんな感じ。どうせ誰も分かってくれないみたいな。なんかちょっと切ない感じよ。うん。誰も私のこと、気持ちとかを正確に分かってくれるはずないから、適当にしとこう、みたいな。まあこれも、7、9、11は、言ってもどうせあれだよね、みたいな、めんどくさいよね、みたいな、こう、諦めみたいな感じだよね。この辺。うん。そう。ちょっと違うでしょ。この1、3あたりのさ、わかりやすい嘘みたいなのと、ちょっと質が違うのね、複雑な嘘になってくるのよ。うん、どうせ分かってもらえないなら嘘つこうみたいな。こっちはもう単純な、うん、あ、バレませんように、バレませんように、バレませんように、みたいな感じだけど、こっちはバレてもどうせ、バレたらバレたでまためんどくせえ、みたいな。そう、嘘ついてもめんどくせえだし、バレてもめんどくせえ、みたいな、なんか、そんな、こう、気だるい感じの嘘みたいな、そんな感じだと。で、22さんが嘘つくとき、22もね、あんまり嘘つかないんだけど、この辺、18、22、嘘つかないんだけど、周りの22を思い返すと、こういう時につくかもなっていうのは、仕事とかで自分の優位性を保ちたいとき、自分の優位性保ちたいときだね。だから、こう言って自分の有利になるために、なんか嘘っていうか、こう大げさに言っておこうみたいな、なんかこんな感じかね。22さん、そうだね。自分はこうコミュニティの中で常に優位を保っていられるようにとか、家族の中で優位を保っていられる、尊厳を保っていられるように、そういう時にちょろっとつくかもね。大げさに言うみたいな。自分はこれだけすごいみたいなの大げさに言ったりするかもしれない。はい。で、33。難しくてね、いっぱい考えちゃったんだけど、33の嘘は、一番わけわかんないかもなと思って、なんかもう、宇宙的な嘘よ。だそれみたいな。宇宙的な嘘。33の人が嘘つくとしたらどういう時かなって考えたんだけど、こうかな。最善のタイミングが来るまでは言わない。不思議だよね。まあ、6みたいな嘘つく時もあるよ、もちろん。うん、6の、性質もあるからね。でも33、周りの人の33の嘘つくとかごまかすときって、そうだね。なんかあんまりわかりやすい嘘はつかないよね。なんかこうごにゃごにゃごにゃってごまかすことはある。33の人。はっきり言わずにごにゃごにゃごにゃって、もにょもにょってしとくみたいな。本当に嘘つくときはこういうときじゃない?宇宙の最善のタイミングが来るまでは。自分の意図とか、自分がここでしようとしているとか、うん、そういうなんか真実を、その時までは言わないみたいな。うわ、難しい。
難しい嘘。うん。そんな感じじゃないかしら。ちょっと、これ、自分で思いついたんだよな。そうだよな。自分のメモで、こうやって書いてんだもんな、と思って。ね、これマクドナルドのあれだけど、手拭くやつだけどね。思いついた時に書いてんだけど、なんか、これ、思ったと、考えた時、自分でこう思う何かがあったんだろうな。はい。こんな感じで、カバダス秘術別の、嘘をつく理由とか、ついた時の心の中ですね。筋若い方はやっぱりなんだろう。単純明快、わかりやすい嘘って、こっち行けば行くほど、ちょっと複雑、こっちの方が複雑な心境により嘘になってるねって思った。はい、異論は認めるし、こういうのもあるよみたいな、追記、そういうのもどんどんコメントください。とりあえず私が思いつくのはこのくらいだったっていうだけなので、はい。では、じゃんけんいこう。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。最後までご覧になってくださった皆さんに、いいことがありますように。